チップ&ダイスチップ役の沖戸あかりです。よろしくお願いします。お願いします。ごめんごめん。はい、皆さんこんにちは。チップ&ダイスのダイス役高柳智代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はボードゲーム情報サイトチップ&ダイスの中でご紹介したボードゲームや実際にチップ&ダイスのサイトで購入できるボードゲームをご紹介する番組です。はい、実際に私たちがボードゲーム遊びながら皆さんにご紹介していきたいと思っています。はい、はい、ということでもう第4回目なんですが、前回はね、先読み対戦、アニマランブルというとてもとても可愛い動物の人形を動かしながら戦うというゲームをやったんですが、はい、どうでした？結構難しかったですね。いや、難しかった。攻撃がなかなか当たらなくて、そうみんなね、思ってるようには動いてくれないから、結構運みたいなところがあったね。そう、運みたいなところがあって負けてしまったわけなんですが、我々はちょっと悔しいよね。そう、ちょっと今回こそは勝ちたい、勝ちたい。チーム戦かも分かんないけど、そう勝ちたい。はい、というわけで早速ですが、ゲストを今回もお呼びしたいと思います。はい、先週に引き続きかなでももかさんと太田彩香さんにお越しいただきました。どうぞ。イエーイ。はい、また来ましたよ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回いかがでした？前回ね、動物さんで勝てたんだよね。うん、勝てたし、いい思い出です。そう、今回こそ勝ちたいです。勝ちたいですね。はい、ということでさらに今週はもう一人お呼びしております。登場していただきましょう。長妻樹里さんです。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。長妻樹里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボードゲームはやられたりしますか？最近はちょっともうあんまりやってないんですけど、子供の頃結構やってましたね。家族でお正月とかみんなで、親戚でみんなで集まって遊んだりですとか。いいですね。ちょっと久しぶりですね。おお、はい、今回はね、また新たな、そう、どんなゲームか分かりませんが、絶対楽しいはずですね。はい、一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ボードゲームを始めましょう。皆さんよろしくお願いします。それでは準備が整いました。今回のゲームはこちらです。タイタニアさん制作のいろは言葉です。今回は私の方からゲーム説明をします。はい、まずはこちらをご覧ください。はい、こちらね、スゴロクみたいになってるんですけども、スタートがイのコマになります。はい、漢字のイ、ひらがなのイが書いてあるイのコマからこういってぐるーっといって、今日のコマに行くとゴールということで、今日のコマに行った人が勝者となるゲームとなっています。はい、ということでまず皆さん、イのコマに全員コマを置きましょう。私は人は赤、深井は青、長妻は紫、かなでホワイト。生きてます。頑張るんだよ。ただこうね、頑張ってね。太田は緑です。はい、ということで1人皆さんつきましたね。ゴールを目指すのに何をすればいいかというと、まず私が家庭で歌手のカードを引いたとします。歌、歌手のカードを引いたとします。すると最初に今我々はイのコマに置いてるから、イから始まる歌手か歌の名前を言えばいい。井上陽水。そう、そうです。長い。そうそう、しかも長い。だから井上陽水の場合、井上陽水、8文字分進めます。ただし10文字以上の場合は進めるマスは10マスが上限となっております。進みすぎることはできない。そうですね。はい、長妻さんの紫が、リ、井上陽水、リ、リに、リのコマに止まっているので、次のお題は長妻さんはリから始まる言葉で回答することになります。自分が止まってるところのコマの文字から考える言葉を、はい、そう、毎回変わるんで、ちゃんと自分が何の文字か覚えておかないといけないということですね。はい、コマの進め方はこんな感じです。次にお題を読み上げる選者を決めます。はい、選者はお題を読み上げるのと回答者の言葉に対してジャッジする役割があります。ジャッジ、ジャッジ。あとは選者の人には回答権がない代わりに、そのお題が終了した時点で一マスコマを進めることになります。やった。はい、だから選者がもし一番早くみんなが、はい、これって言っても、選者がいや、それは違いますって言ったら
あ、ダメなんだ。ダメなんです。進めないんです。せんちゃんの知らないことはなるべく言わないようにですね。せんちゃんがバカだったらやめてやめて、バレるから。難しい言葉を言ったらせんちゃんの人知らないかもしれないから、マニュアルすぎるのね。そう、っていう感じです。え、そうか、そうです。難しいな。全員言葉が思いつかなかった場合は、まあせんちゃんのまあノリの判断で、こう、あ、じゃあ終了ってなったら、みんなが1マスずつ、あ、全員が1マスずつ進める。あ、なんかでもそれもいいね。そうです。だから船長の人はもうこれ出ないなと思ったら、はい終了ってバッサリ流しちゃってください。したらまた全員新しい言葉から考えなきゃいけなくなるからっていう感じで、最後の今日を目指していくというゲームとなっております。はい、はい、でゲームの説明は以上ですということで、はい、レイをしていきましょうか。じゃあ今回は分かりやすくこっちから順番にやっていきましょうかね。じゃあ私から先者で、はい、じゃあ選びに行きます。お願いします。はい、いだな、先者。まずはいろは言葉なんてカードがあるんですが、じゃあ引きます。はい、でけでん、いきます。漢字4文字の言葉、伊豆でし。おぉ、かぶっちゃった。さあ、私たち同じことをした。仲いいな、プロフィット。負けちゃったよ。どっちの一心伝心を取るか。このままどっちの一心伝心が届いた。いやー、待って、うちら一心伝心だよね。ちょっと待って、長妻先輩。ちょっと、ちょっと、わーっと、もう一心伝心。あ、結構進めました。おー、じゃあ私も先者だったので一マス進んで、ロニー、次は、あ、ロニー行きます。はい、じゃあ次は私が先者を進めます。行きますよ。おお、なるほど、行きます。うで終わる言葉、ロン。おお、いいですね。やっぱなんかすごい重たい言葉がちょっとあまりね、ローンは気をつけましょう。出てきた言葉がローン。もう負になった。あ、じゃあ私も一つ進めます。ロ、ロ難しいよね。から出たい、出たいです。ローに行きたくない。確かに。参ります。飛ぶものリ、ロボット。じゃあロボットだね。ロボットヘ。うわ、ヘか、なかなか進まない。長妻さんも一つ。はい、読んできますよ。いきます。歴史上の人物、板垣大輔。板垣大輔、聞いたことある。八文字進めます。進めた。板垣大輔。あー、抜いていかれた。わー、ロだー。ロロロロロロロ。ことわざ、慣用句。慣用句ってなんだ。わかんない。慣用句、ほうほう、ロバの耳に念仏。違う。あれ、ダメだ。じゃあ、皆さん出てこなかったので一個ずつ進みましょう。あー、ダメない。でも、ロじゃなくなった。確かに。私も、みんな進む。全員私もさんの進めときます。よし、じゃあ、一周したので、よしと、いきます。はい、英単語、ハワイユ。一番よく聞こえたのはハワイユ。長谷部さんで。ハワイユ6文字。1,2,3,4,5,6、リーまで来た。進みたい。私もじゃあ一個進んで、どうだ。はい、じゃあ次。おー、おもちゃ、ゲーム、塗り絵。おー、塗り絵、おもちゃでしょう。進みましょう。あー、出てこない。強いな、強いな。私も一マス。一個進んで、ち、と、と、と、いきます。歌、歌手、リンキンパーク。おー、誰言ってもいいんだよ。誰でもいいんだよ。誰でもいいんだよ。いいでしょう。やったー。目で打
えてしまった。いや、ちょっとね、カニが元気良かったから悩んだ。声量も大事だし、ちょっとね、聞こえたからちゃんと。私も一個進みます。やばい、リリだ。では行きます。熱くなってきた。リか、リ、リ書籍、作家、カニ光線。はぁ、リリリリリ、カニ、カニ光線。知らない、知らない、知らないんだ。じゃあまだチャンスがある。リ、なんだっけ、書籍、作家です。では、出たんか。リステージ、リステージ、書籍ある。どうしよう、どうしよう、じゃあリステージ、リステージ。いいの、書籍出てるもん。確かに書籍出てる、間違ってない。いい進み方したな。よっしゃあ、なるほどな。なんだって、いいだ、OK と言ってくれれば。よし、じゃあどべだ。はい、ここでお便りをご紹介いたします。ペンネーム、ミソノボルトさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。こんにちは。番組配信おめでとうございます。ありがとうございます。 MC のお二人に質問です。はい。前回のゲストのお二人とは以前イベントでも一緒になっていると思いますが、どんな印象を持っていますか？またお二人から MC の二人の印象も教えてください。おお、なるほど。ちょっと今いらっしゃいませんけど。とりあえず私たちのね、そうですね、私はそのイベントでご一緒させていただいて、うんうん、もうその時はもうかなでさんはやっぱもう頭の回転がとにかく速くて、もう本当にもうその時やったインサイダーゲームでは本当見事にしてやられたので。そうだったんですね。そうで、太田さんはもう関西弁が可愛い。あー、わかる、可愛い、わかる。方言女子はずるいなっていう印象ですね。どうでした、一緒にゲームやってみて。そうだね、一緒に番組やらせていただいた、うん、そうでは、私逆に太田さんがすごい頭いいのか、うん、あ、でも前回のやつ運だからな。あ、そうだな。前回のはな、運だからな。すごいしてやられたので、ちょっと根に持ってるんだけど。そうだね、2連続でどんどんやられて根に持ってるけど、でもやっぱ関西弁、なんかおとなしいけど、うん、こうね、ちゃんと考えてるんだなっていうのがすごい分かって。で、かなでさんはそうだな、すごい元気ですね。羨ましい。確かに元気。うん、我々も元気に頑張って、そう、負けないように、ね、いきたいと思います。はい、ありがとうございました。第4回目のチップ&ダイスチャンネルはこれでおしまいです。重ねまして、番組への感想などはこちらのメールアドレスに送ってくださいね。はい、お願いします。お願いします。そしてボードゲームの情報は毎週木曜日にチップ&ダイスのサイトの方で紹介されています、うん、またそちらの紹介にあるボードゲームは実際に皆さんに購入していただくこともできますので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、チップ&ダイスのサイトでご購入いただきますと、はい、チップ&ダイスポイントが付与されます。はい、このポイントでチップ&ダイスのグッズ交換などができます。詳細はチップ&ダイスのサイトでご確認ください。ということで、本日は高校堂へお越しいただきましてありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。じゃあねー。バイバーイ。 Go.